ナが見た夢は、自分が選択を強いられる場面であった。彼女はまだ何もわからない、真実、というものを知るのか、それとも、何も知らないまま日常に戻るのか。私は、エーナちゃん。そんなのは決まっているわ。私は、何もわからないまま従うわけにはいかないわよ。どういうつもりかしら。素質があるのなら、これを。エーナちゃん、ダメ。それは、エーナちゃん。バカね。使い方を知らないのに、カードを奪うからよ。ここは？あ、気がつきましたか。ここは、仮設の M 室です。あなたは、ハンガー卿からタロットを奪ったのは覚えていますよね。そう、ね、それで、急に苦しくなって。いくら、素質、があるとはいえ、ああいうタロットカードは人を選ぶのよ。あのカードはハンガー卿のもので、彼女以外は誰も使えないわ。あなたがしたように、持ち主以外の人がカードを奪ったり、素質があっても使おうとしたりすると、魔力を奪おうとするのよ。それで、あなたは魔力が一度に失ったから苦しくなって気を失った、というわけです。そうだったのですね。あ、申し遅れました。私はエルニーナ・セリゼと申します。私もナイツ・オブ・フォーチュンの一員で、節制の位を賜っています。人々からは、聖女、なんて呼ばれたりしますけどね。私は、里崎オルスティン・エイナよ。あ、エイナちゃん。ね、ユーナちゃんやアンガー卿から話を聞いていた、例の少女、ね。あの、私がその、例の少女、って呼ばれる理由が全くわからないんですけど。あなたでも大体は察しがついていると思いますが、地の誠実、っていう歴史上最も最悪な三匹をご存知ですよね。そうね、その出来事がなければ、今でも大和公国は。現在、騎士団はその出来事の関係者や禁止者を探していまして、事件の真相を改めて見直そうっていうことになっています。そして、あなたは事件の関係者の娘っていうことで、調査の重要参考人として話をしてもらうために連れてこられたのだと思います。血の誠実って、もう十数年前のことじゃない。エルスタル聖国は、今更どうしてそんなことをするのよ。それは、私に権限もありません。すみません。あら、起きていたのね。ハンガー卿、お疲れ様です。ふむ。元気そうでよかったわ。カードは、あなたが気を失っている間に取り返しておいたからね。もしかして、まだ怖がっているのかしら。これって？そうかもしれませんね。まだ私たちのことを警戒していると思います。そう。ごめんね。同意の上とはいえ、ここまで連れてきてしまって。ほら、そんな顔をずっとしていないで。ね。緊張や警戒はしてもいいけど、そろそろ信用してほしいわ。な、何をするんですか。やめてくださいよ。うんうん。その顔がいいわね。それじゃ、さっきの問いの答えを聞かせてもらおうかしら。私たちに従う、か、従わずに私たちに関することをすべて忘れる、か。そんなの、最初から決まっている答えよね。騎士団には従わないわ。騎士になるつもりはないから。でも、私も、真実を知りたい。騎士団には従わない。でも、真実は知りたいと。何か余計なことを話したのかしら、エルニーナ。話しました。地の誠実の再調査の件を。そう。まあ、後で話す予定があったからよかったんだけど、エーナちゃんが言いたいことは、多分、騎士団には関わりたくないけど、血の誠実のことはちゃんと知りたい、っていうことなのね。そうよ。それもいい答えだけど、素質がある以上はナイツ・オブ・フォーチュンになってもらうわ。強制なのね。断っても、カードは受け取ってもらうわ。まあ、私が直接決めることじゃないけれど、特例でね。それじゃ、準備が必要だから先に戻っているわね。エルミーナ、案内を頼んだわよ。了解です。エーナちゃんはもう少し休んでいてね。私もちょっとだけやることがあるので、それが終わってから案内します。わかったわ。こうして、エーナは騎士団の事情を知り、自分持ちの誠実の真実を知ることになっていくのであった。